ということで今回はガチマンサードの九州編、はい、もう銀行がもう揃ってるわけじゃん。整ってるよ。いやもういい先前だわ。出た、無理だ。ここはしっかりやってくんないとさ。いやー、嘘。安コーチ差し場ねえか。無理だ、最高は知ってるもん。おっと、いや買えねえわ、6人は。うわ、2の差し切りかよ。それはやばい。いいでしょう。めちゃくちゃつくわ、買えねえこれは。ガチブタとマッシュゾルのガチャン。始まりました、はい、ということで、はい、九州地区のリベンジ編でございます。前回のね動画見てくれた人は分かると思うんですけど、まだ見てない人ぜひこのサムネイル載せておきますのでぜひ見てください。でガチマンのルール、これ載せといてほしいんですけども、資金が尽きてしまった場合はその地区すべて回り直しっていうことなんで、大村カラーさんなしになってもう一度福岡を一条目として回っていきたいと思います。仕方ない、これは。あ、これもだからさ、受賞だよね。グラフでいくとなんかちょっとドーンいったみたいな感じか。そう、ただフラットだもんね、フラ研修士的には。そういうことよ。だからもう一度気合い入れて頑張ろう。で、最初にお伝えしておかなければいけないことがあって、撮影スケジュール押さえているのが、今日と明日までなんですよ。なので今回一気に、城を回りきることはできないんで、で残りが2条になるから次回、そこからスタートって感じだよね。そう、だから次回もしなくなってなかった場合は大村と唐津からスタートっていう形になるね。うん、で今時間がもう1時41分で4レースの発売中なんですけども、ちょっと俺の一発目の勝負候補が5レースっていうことなんで、5レースの展示から回していきたいと思います。いや期待してるよ。シーンはやっぱ福岡でしょ。ちょっと今日は暴れるわ。いやもうやってもらいたい本当に、はい。福岡のシーンって、まあ、その大村の内藤と同じぐらい俺やっぱ期待しちゃってるんでね。任して、うん、じゃあ入っていこう。はいはい、お願いします。じゃあ頑張ります。次はマジで見せ場作るんで、皆さん。いやもう見せ場しかないよ。任しといて。はい、じゃあ一発目の勝負候補5レースなんですけど、はい、これは展示で枠なりだったら勝負候補、西山選手が6号艇から前付けに行った場合は、まあ、進入次第。今日やっぱ順位勝戦で結局狙い目の足がいい選手って順位乗ってくる選手なんで、うん、手前の一般戦で勝負度的には低いんですよ。そこがあって狙うってなったらやっぱオッズがしっかりつかないと厳しいんで、展開予想に自信がなければ入れないかなっていうところです。展示は一定順遅れからまあ追いついていく感じだね。この前だったら狙う展開は4号艇服部幸雄選手のまくり展開なんですよ。本当伸び足がいいと思ってて、まあ、2日目の9レース見てくれれば分かるんですけど、5コースからまくり切って1着ダッシュでこそ生きる船足だと思ってるんで、まあ、ここ4角で絞ってもらえればチャンスはあるかなと。で多分4-1とかを買ってもめちゃくちゃ安いんですよ。ただ福岡ってセンターのまくり決まった時にインの選手がやっぱまくった選手の引き波にはまって沈みやすいんで、ってなった時に2コースの差し残しと、まあ、展開つく5コース4-2、4-5ってあたりが人気の盲点になりやすいんで、特に4-2そこオッズがつくならワンチャン狙っても面白いかなって思ってます。はい、OK、オッズと相談するわ。はい、ということで今締め切り10分前なんですけども、これオッズ見てもらえれば分かるように2コースの差し残し買ったところで4-2、1-26倍4-2、6-25倍4-2の3号が絡まないとオッズがつかないんですけども、当然可動系の3は買いづらいし、で5コースの森田選手、これ展開恵まれるんですけども、5コースの3着内率が 10% しかないんですよ。今節のレース振り返ってもまともにターンもできてないんで、ひどいね。さすがにこれ軸にできないってなった時に2号艇を軸に4-2、6-6-2とか買っても30倍とかで止まりそうなんで、ちょっと期待値低いっていうところで見送ります。わかりました。で次のレースも田藤選手の前付けあるんで、ここちょっと進入確認して勝負できるか判断していきます。内藤はどう？俺は一番速くて8ですね。うん、8と12が今のところ勝負予定。了解。
じゃあちょっと6レースまた展示から回していきます。はい、はい、2人と並んで追いかけます。これから2バックトップで4号艇服部、続いて6号艇の西山、5位艇外から3号艇もみやま、そして1号艇の岩崎。これは誰も入れてくれんわ。入れんね、これは。多藤選手伸びめっちゃいいからここのまくり狙いたいんだけど、4コーススローだと思う。ちょっとさすがに、いや見送りだな。だから次ナイトの8レースだね。オッケー。俺船橋はでも3は悪くないと思ってるんで、スリットペンもやっぱいいな。はいはいはい、はい、ということで一発目8レースなんですけども、ここインの選手が森野選手というところで、まあ、今節節位置かなと思った選手がいるんですけども、そのうちの一角なんで、まあ、イン信頼したんですけど、とにかくねインからオッズが人気寄ってる状態で、事前では14の26が6倍7倍あたり推移してたという感じで、俺は3号艇の井川選手が、この中だと足いいかなと思ってるんで、まあ、長野選手が過剰人気ということを考えても、井川選手から握って残す展開ね、1-3の2-4、これと2点勝負、まあ、長野選手が、まあ、ちょっと角から攻める展開には俺ならないと思ってるんで、今節井川選手スタートも結構決まってるし、まあ、ここはしっかり壁になって井川選手が握って残す展開が本戦だと思っているんで、まあ、この2点で勝負していきたいと思います。 OK、はい、頼むぞ。これアロアルファ名、アロアルファ名、アロファ名か、アルファ名、じゃあ当たるな、信頼していいよな。結構アルファしにいってるよこれ。あれこれアルファ、結構アルファってる。オッケー、信頼できるやつだな。まあ、森野は大丈夫だな、絶対森野は絶対大丈夫。あとは2差しの中から3が抜け出すだけだ。抜け出せると思うけどな、普通に考えたら。いやマジしっかりスタートいけよ。いや大丈夫だと思う、コンセントしっかりスタート決まってるし、スタートはいってるね。大丈夫でしょ、これは大丈夫だ。オッケーでしょ、接着剤でしょ、これは、はい、2もへこんでるし、 あとはしっかりすぐ回れよ、すぐ回るだけ、すぐ回って、そうそうです、そうなんです。何が残ってるか、いや大丈夫、これ残せるでしょ。いやー福岡のカメラワークなんや、これすぐ回れ。ただまだ分からん、2と4やり合ってるね。 いいよ、やり合ってる、やり合ってる。待って、これ2残っちゃうの。いや、いけるやろ。さあ、しっかり回れ。よし、やめた、1、2、3、いやー、待って、それは本当のやめて。まだわかんねえ。いや、いけるやろ。いや、これ3の方が絶対いいと思うんだよ、足は。いけるよ、これ。いやー、刺すか、どうする。これ、どう、何を選択する、これ。うまい、うまい、つけまわった。よし、うまい、そうなんです。いやー、待って、まだ決まってない。いやー、頼む、イカはめちゃくちゃうめえんだけど。いやー、これダメか、なんとかしろ。いや、もう一回いけ。どうする、これ足せんじゃない。いやー、これなんとかしろ、イカは。いやー、なんとかしろ。じゃあ、1、2、3か、1、2、3になるの。ナイトウメじゃん、1、2、3。いや、そうなんだけどさ、しかも4号艇はどうちゃらで嫌えるとか言ってなかったか。2着は嫌えるかなと思った。いやー、くそ、惜しかったな。まあまあ、でもしゃあない。次は候補、次12だね、俺は12。俺はおそらく10レースなんで、ちょっと10レースからそしたらまた回していきます。はい、はい、じゃあ勝負レース、10レースの締め切り10分前なんですけど、まず船足評価がこれ、3号艇の西山選手を最下位評価にしてます。当然西山選手名前で売れるので、ここ西山選手消せば後輩とありつけると思ったので勝負レースにしてます。で、まず1号艇の多藤選手は行き足から伸びが今節の中でも上位3本に入るぐらい出てると思ってるんで、スタートも遅れないってことを考えてもまくられることはないと見て 1,2 着固定で行くんですけど、2番手に評価している篠原選手の伸びもいいんですよ。で、西山選手は逆に最下位評価でスリット足が悪いので4が絞る展開まで見てます。逆にそれがないと波乱はないと思ってるんで、4が攻めて多藤選手が伸び返して先前してっていう展開から狙います。これ10分前のオッズ見てもらえれば分かるんですけど、5-6が全く売れてないんですよ。ただ4が絞れば5-6コースが絡めるチャンスはあると思ってるし、インからでも5-6を軸に買えばめちゃくちゃついてるんで回収できるんで、この展開狙います。で、4が絞んないと多分本当につまんないレースになるけど、これだけの船足さがあれば俺はワンチャンあると思ってるから、
その展開からちょっと爆裂になって買うわ。了解。はい、はい、じゃあ購入しました。さっき伝えたように4号艇の篠原選手が少しでも攻めれば外枠にチャンスがあると思ってるんで、まずはイン逃げから、124-5と15にしろ。5号艇の松尾選手全く売れてないんだけども、今節初日の8レース5コースから2着に来てるんですけども、この時も4コースの菊池選手が攻めて展開取られて2着に来れているんで、展開さえあればさばいてくれる腕はあると思ってるんで、このオッズは期待値の塊だと思ってるんで購入しました。であとは篠原選手のまくり出しから412-56で、もう超大穴展開、赤いんだけど、赤い数字なんだけど5頭、これ1000円張ってもよかったんだけども、やっぱさすがにコース別データ見ると勝率 0% なんで、さすがに落とさざるを得なかったっていうことで、ただ買わないともったいないんで購入しました。半帯やばいな、はい、これでちょっと一撃狙います。お願いします。わかりました。頼むぞ篠原。いやー、西山ボナレもやってんじゃん。うわ、マジ。いや、ねじ込むか。なんだそれは。あ、大丈夫か。うん、よしよし、いいんだよ、枠なりでいいんだよ。篠原が3コースなら話変わるから、ね、それは話だいぶ変わってくるよ。マジでまくり切れずの絞りでいいんだよ。最悪少しでもちょいでも絞れば 1,2,5 もあるから俺。で、1のしこしこも激アツだったよ確かね。1しこしこも40万だよね。40万これ頼む。篠原やばくないこれ、大丈夫か。篠原絞ることは無理か。絞ることは無理だね。ただちょっと締めたから、なんとかしろ。5入ってこい。5入れ。125あるだろ。125頼む。あるこれあるぞ。いやー、西山さんいなくなればあるぞ。入ってこい。よし、あるこれ来ただろ。いやー、西山が外にいる。4号艇かけて西山邪魔しよう。西山いらんことすんな。西山の邪魔して。よし来た。いやー、来たよーし。よし頼むぞ。そのまま来い。頼む。あとはおてての問題や。これあとはおててのもんだ。ここは絶対譲るな。西山に切ってくる。譲るな。張れ。張りながら。そうなんです。そうなんです。よし、来た。よし。これ40倍くらいあるぞ。やべえ、完璧だ。いや、まだ安心はできない。おてて的に頼むぞ。4号艇迫ってるよ。足いいから。いや、これはできる。よし、もうできた。よし、上がった。来たナイス。買った中で一番安いところだけど5000入れてるから大丈夫。いや、これすごいよ。よし、さすがだわ。うわ、よくちょっとだけ絞ってくれたのが熱かった。5000張り。イン逃げの芯来たわ。イン逃げの芯来たよ、これ。オッケー。ナイス、松尾選手、よくやった。いや、素晴らしい。これはブラボーだわ。収束した。やっとせめて35はあってって感じ。このメンバーの 1,2,5 でそんなつくんだ。いや、だから5がもう売れてん。さっきお詰めしたよ。視聴者は見てるけど、うん、これやばいね。もう盲点中の盲点だね。いや、鬼盲点ないよ、うん、うわっ。え、なんかごめん、何倍ちょ、めっちゃ落ちてるわ。え、でも15万。え、ごめん、ないと15万回収だ。え、でもバンバンでしょ。まあでも最悪15万なら最低限やろ。上等でしょ。800%ぐらいある人だって。オッケー。やってくれたね。ちょっと落ちちゃったけど、ま、いやいや、上等でしょうよ。はい、15万8500。だ、700%、800%ないぐらいか。まあでも最低限。え、上等でしょう。この音聞くの今節初だからね。今節というか、今回旅、このドゥッ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 ってこの音待ちわびたよ。で、一応次はイン逃げキラッツ勝負するんで、うん、次の穴で先輩を越してちょっと証明するわ。わかりました。はい、僕は最後の勝負レースっていうことで、ここは穴狙いで勝負しました。このレース穴で狙った理由なんですけども、1号艇の那須啓太選手、直近1年間のイン勝率 64% で、当地に限定すると27走して 55%、まあ、2回に1回負けるタイプなんで、ここ船井いい選手も揃ってるんで負けパターンに張りました。で、那須選手のインの詳細データを見た時に、まくられ負けっていうのが2コースに2回、3コースに2回、
4コースに3回、5コースに2回、とにかくまくられ負けが多いんですよ。でこれもうデータ見る限り明らかに2コースの差し引きつけて落として回るタイプなんで、福岡は落として回りすぎるとつけ前決まる、本当にもう日本一の競艇場だと思ってるんで、ここで福岡船券来るんじゃないかっていうことで 2-3 頭、船翔歌がこれで4号艇の八木選手、実績は足りないんだけど船足は僕節一の評価なんで、これ 2-3-5-5-3 とか穴人気してるんですけど4絡みが全然売れてないんですよ。だったらもう4号艇を軸に大穴狙いで、まずは2号艇の付け前から2-3-5-4と 2-4 流し資金配分、超大穴、これ来たら結構えぐいです。2がまくっての3の差し、または3の付け前は 3-4 流しと 3-2-5-4、最後にも超特大で 4-2-3-2-3-5、 これで勝負します。お願いします。さあ頼む。いやこれ連続で決めたらマジかっこいいな、イケメンだな。いやお前証明するわ頼む、絶対落としていくんだから上を叩く選択してくれ、頼むよ。よしよし、起こし位置いいぞ、2と3の叩くだろ、これトップスターだから叩いて、2が3を叩いて、いやちょっと厳しいか、スタートかなりいかれてんな、ただ落としていくから大丈夫や、つけ前決めろ、3のつけ前、つけ前、いやー楽な先前されんだよそれ、いやーやばい、14か、いやボンバイバイボンだ、1ボンバイボンだ、ボンバイボンかよいやー厳しいわ、スタート負けだこれは。いやでももう今日は仕事してくれてるから、シンがそれ内定託すわ、任せて12レースに、あとは俺の仕事だわはい、逃げ、いやここはね森野選手の、船橋折節位置だと思ってて、前田選手、まあ、今日の前半レース見てても船橋はねやっぱ良くなかったと俺は思ってるから、で森野選手って差し合ってイメージが強くて、俺の中でここは 2-1 を本線に 2-3 とかっていうところも全然俺あるかなと思ってて、こっからインがゴリゴリに人気するんであればちょっとイン嫌って妙味あると思うから、はい、というわけで、事前の、12レース勝負していくんですけども、事前の狙い通り森野選手の頭で、差し切りを本線にこれ2-1はこれとりあえず流しました、はい、オッズが安いところの 2-1-3 は追加で4000なんで、 2-1-3 に関しては8000持ってるってところで、まあ、もしここが来たとしても十分回収はいけると。天地気配見てるとやはり前田選手に対して森野選手がかなり覗いていたと、まあ、ここもしスリット覗いてって握るっていう展開も一応ここ 2-3 のしごろここだけ抑えました。ちょっとここは森野選手の船足を評価しているっていうところで2頭に特化してちょっと勝負していこうかなと思います、はい、了解、頼むぞ、任して、頼むぞ、締めの内藤を見せてくれ、頼むぞ、なんかどんどん俺の名前のバケーション増えてっちゃってなんだ、アロンが立ったり締めなんて悪い、どんどん増やしてるわ、毎回毎回さ点々としてるやん俺23の方は1は切ってるよ、1切りね、そう、OK、うん、まくり展開やな、そう、まあ差しでも2-3-1はあると思うんだけど、そこはどうしても買う余裕なかった、絶対安い、うん、そうだ、うん、いやお願い、2-1で決まった、本当に森野胴体ぐらいがいいね、森野いいんじゃない、いいよいいよ、いやこれはいいんじゃない、いやいいスリットじゃない、これいいスリットじゃない、よしよしよし、差しやな、これは差すだろう、森野森野、何それ、前田のターンが引きつけられたな、何やってんの、いやーターン8-3か、俺今回の旅1レースも当たってんだけど、マジで、いやまだそんな言うてそんな購入してるか、まあまだそんなレースは行ってないけど、まあでもプラスだし今日は、
回り直しとはいえ1乗目で好スタートということで、いやーこれはでかい、ほんと真のおかげだわ。マジで明日飯もそこそこは食えるから普通に、今日はある程度やりすぎずぐらいの飯は食えると思うんで、じゃあ出よう。お疲れ様でした。いや今日はちょっと真のおかげでさ、美味しい飯にありつけるよマジで。どんどん注文してる。今もう100万ぐらい注文した。おいお前回り直したよはい、ということで今からビール飲むんですけど、まずその前にイケメン店員の発表からちょっと、あちらにいらっしゃいますんで。若松敗北おめでとうございます。いやいや言ってねえよ言ってないわ。いやいや、お帰りいただいた方がいいんだよ。今回敗北おめでとうございます。お久しぶりです。お疲れ様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 です。調理に乾杯。うまっ。ということで父さんのサバイバルをまたやりますんで、夏に期待しててください。もうあれはねずっとみんなから言われてるんよ。まずは今日の勝利、乾杯やな。そうだね。で、これ父さんがサービスでもうめっちゃいいレバー出してくれたんで。レバーと、あとは何だっけ、これはレビューするまでもない。これは本物のレビューになるでしょ、これは。するまでもないよ、これ見てよ、これうまい時の輝き。うん、どう、うまいやっぱ違う、笑っちゃうからうまい。めちゃくちゃうまい。こっからサービスで肉寿司。えぇ、ー、いやそんなにちょっと食べてください。そんな、今さらこんかんであげても遅いよ、とっつこんなん分かってんだよはい、いっちゃった。ありがとうございます、はい、いい感じなんで、あったかいうちに食べてください。ありがとうございます。じゃあこれ、内臓いっちゃってよ。これ肉寿司は行かせていただこう。行かせていただいてよ、これちょっとでいいって。これがサービスですよ、皆さん。ガチマンとお伝えしたガチマン見たで、この肉寿司サービスと、はい、いうところなんで、いや、これは来た方がいいね。マジうめえさ、マジやな、これ仕上がってる。そしてネギタン、はい、ネギタン塩いかせていただきます。というわけで赤身いただきます。赤身きた、これタレでしょ。これタレだよね、すぐ考えて。きた、赤身生肉の状態から見せてるからね。それがこれです。はい、翔平大谷翔平来た大谷レベル世界一やばい、ね、赤身って言うんだけど、うん、めちゃくちゃ柔らかいんよ。もう脂身たっぷりみたいな柔らかさしてるよ、肉が。そしてこれあれか、上ロースか。上ロースでございます。これちょっと、これはで、上ロースってこれ、ゆずだれ、ゆずだれをお勧めされたんだよ。これそれ食べたんだよ。ゆずだれ、ゆずだれ行かせていただくよ。ゆずだれ、ゆずだれね。これタイガンした。うますぎる、うますぎる。柚子胡椒をタレにした感じ、くそうめ。これ上ロースと赤身ですか、ね、皆さん、この柚子タレマジおすすめだわ。くそうめ。結構飲み食いして1万5000円いってないっす、はい。僕だったらもう3人で平気で2万は余裕で超えてるから、本当に神だ。これ父さんの力入ってるの間違いなくね。父さんの力これ割れない、入ってないです。本当ですか。本当に入ってるです。全く入ってないです。いやむしろそういうのやっちゃう人だからね心がイケメンだからさ、むしろぼったくってやろうって思ってましたいやそうやって動画だけそうやって言ってさやめてよ。これはマジで来てほしいし、ここの店知っちゃったら多分他の店行けないよね、この値段でこの味って。東京の焼き肉は行けないよ。でしかもガチマン見て来たって言ってくれたお客さんには、肉寿司サービスと。でこんな紙、こんな紙店ある？これなんか案件みたいになっちゃってるけど一切違うからねねえ案件ではない。いやでもなんかそんな感じになっちゃってる最後に宣伝みたいなさ全然違うからねぜひ来てください皆さん。はい、じゃあホテル戻ろうか。お疲れ様でした。父さん、父さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
630円ですね。はい、630円。人生ベタなぎさん、その質問は良くない。朝からさ、大事件が起きてさ、いや俺それインパクトの瞬間見てたんだけどさ、いや白い T シャツでこれ1枚しか今日持ってきてないのにさ、めっちゃコーヒーこぼしちゃったんだけど白 T はさ結構気をつけないといけないからでユニど田舎すぎてさ、ユニクロも近くにないしさ、いやさユニクロがもしあんたとしてもまだ開いてないんよということで今日のスケジュール芦屋からの若松、まあどちらにしても最低30は入んなきゃいけないルールなんで、当然ストレーティーやった瞬間にかなり厳しくなっちゃうから鬼門の唐津があるんだやっぱ、うん、そうだね、俺たち唐津の相性めっちゃ悪いもん。唐津で俺勝った試しがないもんねガチワンシーズンセカンドの時も唐津で終わったしね。唐津はそうだね、あそこで終わったし、しっかりこう引き締めていかないと。そうだな、うん、期待してるぞ、任して。いいなこれ、初めて見たね、すごいこれちょ後からシーン食べてみてよこれ。なんでお前人にお前私はいいみたいないやそれでシーンが埋まってなってたら俺も食うっていう作戦だよ。ひどいやつだろよし後にするわ、分かったはい、っていうことで今到着したんだけど、事前の段階でここって言えるレースがないのよ。マジか。モーターも殺したったし、うんうんうん、今日2日目っていうので、うん、まあ、初日のレースは全部振り返ったんだけど、特別船足がよく見えた選手もいなかったし、今日の前半のレースを見つつ、うん、入るレースを決めていくっていう形で、うん、まあ最低3本入んないといけないからさ、うん、入らないとっていうのもあるし、ちょっと前半は船足チェックして後半から選んでいこうかなとは思ってる。なるほどね、うん、どれぐらいつくんだこれは。今のところ直近で言うと4レース早いね、うん、はちょっとやりたいなとは思ってたんだけど、おっと無理かな。まあいかんせんモーリングだからさ、うん、ほぼほぼ売れてないし、買えるオッズになるのかっていうところも結構疑問になるのかなとは思うんだけど、じゃあ次の4レースからとりあえず回していきます。はい、はい、足は次4レースなんですけども入りたいと思います。いける、まあ、他のレース見ててもこれ入れるわって自信持っている番組がないし、このレースだったら、まあ、おっとはちょっと心配だけども絞って勝負できるかなって思うから、はい、というところで足の4レース勝負していくんですけども、インの石橋選手から、まあ、船足のいい麻生選手、まあ、2コースの選手の壁がちょっと弱いっていうのもあるんで、2コースがちょっとへこむ体勢から麻生選手がまくり出して船足を評価している田中俊平選手が追走。1点でいけると思うぐらい俺はまくり出して追走展開ならここしかないと思った。俺は田中俊平選手ね、21歳の若手ながらも、まあ、勝率5点台稼いでる理由をちょっとお見せしますわ。はい、分かった、うん、頼むぞ。はい、そんな上手いのこの6コースの選手。いや若手の中では結構上手いよ。いや頼むよ俊平さん。これ麻生がしっかりまくり出して2を沈めてくれて外が競り合う体型に持ってってほしい。スタートは揃ったね、完璧に揃ってるね。大丈夫だね。ただ麻生がちょっと伸びられてね。大丈夫か。伸びられてるけど、いや大丈夫だ。いやしっかりまくり出してで空いたところ俊平、俊平入ってこい。いやマジまだ分かんないね。俊平入ってこいよ。これ13456の体型、13の仕頃、それは分かってるんだよ俊平。こっからよ俊平ちゃん。いやあるな。俊平入ってこい。俊平なんとかならんか。134なのよ。いやお前21歳の走りしとるやないけなんで。いやでもやっぱこのオッズだったら1点しかないもんな。やっぱまあまあしゃあない、切り替えよう。はい、ということでさっきのナイトの勝負終わって今5レース発売中なんですけど、はい、一応6レース入る確率でいったら 50% ぐらい、うん、
ちょっとおつみて決めますか。誰狙うの？それちょっと後で説明するわ。見送る可能性もあるからさ、見送るのにさ、説明聞きたくないし、視聴者も。一応入る前の狙い目なんですけど、はい、1号艇の岡村選手、ボートフロンティアのデータを見ても分かるように直近1年間印象率 55%、 当地は27走して5年間で 40%、 まあ、低いので、まあ、逃げない可能性が高いっていうところと、2号艇の上村選手、今日の1レース3コースから走ってるんですけど、スリット後にどんどん下がって4コースの選手に絞られたんですよ。なのでスリット付近の行き足が弱いと思ってるんで壁にならないってなったら、センターの攻めがあるんじゃないかと思って勝負候補にしてます。で、普通に考えれば A1 の田中和也選手が3コースからまくり出すっていう展開が、まあ、考えられるんですけど、まあ、ここはおそらく売れるし、田中選手の直近1年間の3コース勝率は 6% しかないし、コース別平均もコンマ18と遅いので、ここ売れるぐらいだったら4コースの広継選手、勝率は低いんだけど昨日2コースから差し切ってて船足も良かったんで、ここの攻め展開狙う方がおつみおみあると思うんで、4が攻めて藤岡選手がついてくるっていう展開を買おうと思ってます。ゴアタマは結構ついてるの？ゴアタマは安いな、その藤岡選手だから。あ、なるほどね。ゴアタマで買えなくて4145、田中選手さえ叩ければ上村選手も行き足悪いから、まくり差しかまくり展開持ち込めると思うから、ワンチャンあると思うんだよな。で、このデータなら多分4売れないだろうし、はい、じゃあ購入しました。5分前のオッズがこれなんですけど、まあ、ある程度オッズが落ちてきてるんで点差絞ったんですけども、まくり差し展開の4-1だったら美味しいオッズになってるんで、まずはここを本戦にこれ流してます。理由が、仮に3号艇の田中選手がスタート決めた場合、田中選手の攻めから4の差しっていうところもあると思ったんで流しました。ちょっとオッズが落ちてきていた4号に関しては絞って4号の1と2だけ、これ別々になっちゃったんですけど、最後に田中選手がスタート決めた時の4-3の1-5-2点だけ、これ満州ですね。ここはちょっと4の頭固定で勝負しました。これで勝負します。わかりました。結構自信あるわ、普通に。まあ2がもうスリットで下がるのはほぼ確定だと思ってるから、釣られればもう4の絞りからまくり出しまくりは確定なんだけど、最悪3も行っても4-3もあるし4-1-3もあるから、おさむ攻めていいぞ、渾身のおさむ渾身のスタート行ってるね。行ってない、これこれは行った、追ってなきゃ行ってる。大丈夫だよ。ただ、嘘、1がどこ遅れ、絞って、いや、3が抵抗して、鬼抵抗からまくり出し、よっしゃまくり出し、よっしゃよし、ただ4号3はない。え、待って、4号3切ってる、4-3今度ある。田中マジで頼む。いや待って、やばいかもこれ、4号3は無理だわ、まずいな。そこさー、肌人気で切っとるんよ。田中勝はつけまいでしごろ。え、何それ、4-6はやばい、4-3-5になれ。いや、ワンチャンない、これ。いや厳しいわ、4-6は厳しい。4-6ある？ない。え、マジで。いや、ワンチャンないか、これ。まだ、さばいて田中、左右突き込め。いや、ワンチャンあるだろ、これ。いや、4-5-3はねえんだわ。しごろもない、しごろもない、4-3-5ならある。いやー、裁かれるか、藤岡に、さすがに。いやー、無理か。いやー、しごろか。回収率こだわりすぎた。これどれぐらいついてんの、しごろは。まあ、どんどん落ちてきてて、5分前の時点で90何倍まで落ちてたんよ。だからその前のオッズ更新で150倍ぐらいついてたから、俺の予想だと多分70倍台に落ちてる。だから思い切って切ったんよ。6コースの選手のさ、3着内率が 10% しかなかったから、もう回収率にこだわってここ切ったような、思い切って。70倍だね。ただやっぱちょっとでしょ、うん、だったら俺これは買えねえわ。4-5-1はもっと落ちてるはずだから。あと俺勝負候補11レースだけ。また人気どころになっちゃうから、俺若松に行こうかなと思ってる。 OK、うん、今もうシフトチェンジしてる。ちょっとね、3-2-4-5-6資金配分、3-4-2-5と3-5流し。いやー、差しか、厳しいな。壁になるだけや、これは。付け前角度的には無理なんだこれ。いや、3番付けた、来た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 、
ダメか。厳しい。まあしゃあない。ちょっと足は結果出なかったけど、切り替えて若松移動していこう。かまそう。はい。若松にちょっと移動していきます。はい。はい、じゃあガソリン入れたいと思います。ピタリ賞だったら軍資金5万円追加。おいみんな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 、おい、うわ、見たろ今。え？見た？ちょっと見た。あーダメだじゃん。はい終了。ピタリ賞無理だろ。いくら？3,704円。オッケー。芦屋の罰金引かれて、まあ残りの軍資金24万。結構まずいね。まずいっていうか、まあ普通に資金的な余裕は全然あるんだけど、まあこれ2周目だし、ここら辺で爆発させないとだいぶやばいから、ちょっと2人でぶちかまして絶対神回にしよう。わかった。うん、気合い入れて入っていこう。了解。 OK。 はい、じゃあ早速1レースの展示中なんですけど、船足振り返る限りこのレース展開的に一発面白いんじゃないかと思ってるんで、早速一発目から勝負する可能性 60%。 まあ落ち次第。前の前の言うことは同じなんですけど、オッズと相談します。今締め切り3分前なんですけど、俺の大本線のところのデッドラインがもう40倍だと思ってるんで、最後のオッズ更新まで見て、で切らないようだったらそのまま入れるわ。今のままだったらどこも切ってないから、回収率しっかり 1,000% ぐらい叩けるから。わかりました。じゃあオッズギリギリまで見て持ったんで入りました。でまず船足評価なんですけども、6、4、2、5、3、最後に1。1号艇の村田選手はもう行き足から伸びがワースト級だと思っていて、どのレースもスリットから下がってるんだけども、じゃあ昨日の6レースの5コース戦を見ても4と6に伸びられているし、その前の日の1レースの2コース戦を見ても1と3に伸びられてる。これは本当にスタートを決めれてないし、仮に決めたとしても下がると思ってますってなった時に、まくりに行くのは2号艇の田添選手か4号艇の杉山太陽選手、まあ、3号艇の熊本選手も下から2番目の評価なんでスリット足が弱いと思ってるんで、2か4が攻めるで、船足1番手の6がしっかりついてくるって予想で、まずは4頭から4-2-6-6-2大本線に4-6の1号抑え、あとは4が攻めての6のまくり差しから6-4の2大本線に6-4の1号抑え、これでどこが来ても20万を超える計算なんで。絞ったね。絞りました。ワンチャンあるねこれ。任せて。お願いします。うっす。はっ、1号艇ピット離れもやってるやん。ええだったらつけ直せ。そしたらもう確実だろ。 OK、 これは完璧。楽勝だね。ただ起こしが荒れすぎて2号艇が楽々時間もいっちゃったら2頭もあるじゃん。それはあるね。いや頼むマジで。杉山太陽選手が絞っていく展開が一番熱いのよ。ピットバナレまでやらかしたらもう末期だね。4絞れよマジで。杉山太陽行けよマジで。欲しいぞここ。勝つと杉山鬼のスタート。杉山、杉山行け。杉山行ったんじゃないこれ。絞れ、大丈夫だ。絞れ絞れ。いや絞る勇気がないわ。いや絞れよ。それはえぐいわ。何のために行ったお前スタート。いやマジで絞れねえんだあれね。話になんねえわ。いやマジか。6-3。まあ、これが勝率2点台たるゆえんか。いや無理だ。いやそれは厳しい。6-3には多分、まあでも中穴ちょいついてるぐらいか。これは情けないな。結構自信あったんだけどな。いやむずい、流れが悪いな。はい、じゃあ
さっき内藤と話し合って内藤の勝負が、はい、多分11かもしかしたら12かもしれない、うん、後半なんですよ。で僕が最速でも10なんでちょっと時間が空きすぎてしまうということでちょっと一時撤退で再入条件もらったんで軽く観光してからまた戻ってきたいと思います。はい、はい、事前と想定していたオッズが違うんでここは見送ります。了解で11ないと12俺で勝負するわ。はい決めよう。はい頼むぞ。一応まだ旅は続くけど、まあ、日程的に今日で1回ね折り返し地点だから、だからここでしっかりガツンとくぐりつけて、そうだねいい形で終わっとかないと次回がかなり苦しくなっちゃう。どういや普通に俺がその前狙おうと思った展開が他の選手軸にしちゃうと1-4-2、1-4-5が8倍7倍っていうところなんですけども、これ内側残る展開になると一気にオッズが跳ね上がるんで角からしっかり他の選手を止めつつ、握って回れるかそして残せるかっていうところをスリート大会見てたんですけども、うん、結構いけそうな感じしてたんで、いけるか、うん、その展開にかけてしっかりオッズ狙っていきたいなと思います。若松の11レース勝負していくんですけども、まあ、展示気配見ても木村選手十分外止めて、先に仕掛けられるかなっていうふうに判断したんで、船足的にも俺ここ評価してるのは伊藤選手の次は3-4-5これセンター勢なんで木村選手が仕掛けて、まあ、羽野選手川上選手がそれに乗るような形1-3-4そして1-4-3ここ大本線ね、うん、1-4-2-5はさっきも言った通りゴリゴリに息してるんよ。だ3が仕掛けるっていう想定で俺は3着内に残すかなっていう想定で木村選手が仕掛けに乗った時の羽野選手じゃなくて川上選手が2着パターン3着パターンもこれは勝ってます。これでいきたいと思います。 OK 頼んだ。なんか予想の発表の仕方も今回の旅の中で一番当たりそうだった。いやどんなんだよ。一番なんかハキハキして自信満々に話してたから、一番嬉しいのは134ここだわ。134一番嬉しいのはね、まあ俺が見た時には20倍近くあったから暑いね全然。いやー本当に気合い入れてくれ、ここだけでいいからもうあとはどうなってもいいから。それ公演してる人みんな思ってるよそれ。もうスタートでへこんでとかは本当勘弁してよ。頼むよしっかりスタート行って行ったくさくないか。行ってるね行ったでしょ。よしよしよし大丈夫だ大丈夫でしょ。よしよしよしこれはマジでマジで握って残すだけ。これは残せる絶対大丈夫、はい、残せるやろ、はい、残せるでしょ。はいはい、はい、OK よしはい OK これはもらったろ。よしこれは絶対大丈夫だろ。あとはさばきを見せなければちゃんとしろよ。ちゃんと行こうちゃんと行ってここで来てるけどちゃんとしてくれよ。外回すか打ち刺すかどうだ。やる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 マジでそう待って刺す。そうそうなんです。よーしそうです。よし134マジ熱い熱い134大本線ってよし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 こういうだとこれ20万回収のとこや。20万までいくか分かんないけど大本線頼む。いやここでもいいよ。ここしっかりさばいて。ここでもいいよ。いや頼む。よしよし完璧これは決まっただろう。よし来た。ちょっとトラブルでマイクの充電が多分出来上がった後に切れてた。マジかごめんないとお前の最高の店のマイクが切れちゃった。でもさ、じゃあオッズが落ちてたって下りもじゃあ取れてない感じか。そうだから出来上がってよーしまでは多分入ってるんよ。あ、そういうこと。そっからオッズこれはじーって言ってうわ11倍だってげんなりしてる、うん、あそこ無音かも。なるほどね。まあ、でもあと内藤が払い戻しの音で、うん、気持ちよくなってたとこも無音だ。マジ悪い、お前の最高の店はちょっとやってしまった。いやでも最高まで行かないよ。すまん最高まで行かない、うん、ナイス。ちょっと一回マイク充電してもう一回撮り直すわ。オッケー。すまん。はい、じゃあ最後の勝負購入しました。まずこのレースなんですけども4号艇の寺田選手の角まくりが7人気っていうところなんで4が絞れるか絞れないかっていうレースなんですけど1号艇の増田選手と2号艇の向田選手と3号艇の武田選手全員行き足系統中堅以上だと思ってるしこのレースは予選終わって一般戦ということで寺田選手も無理しないってなれば絞れない展開も僕は全然あると思ったんでそこの妙味から買いました。船足1番手に評価してるのが6号艇の松田大志郎選手ということで
まずは4が絞れなかった場合、インが先前してフラー消化している3号艇の武田選手が握って1番手の6号艇が指してくる1361点、寺田選手がちょっと絞った場合はまくりきれずフラー足1番手の6が2着まで指してきての162、ね、これは1624は欲しいんだけど164は当然人気になってるんで切りました。あととんでも大穴、増田選手は印象率が直近1年間で8割以上あるんだけども、当地に限定した時に6割以下に落ちるので、逆転があるとすれば3号手の武田選手の付け前から324246で、これ帯の目も2点ぐらい混じってるんで、はい、これ来たらとんでもやばいことになる。攻めるな、これで OK。 はい、勝負していきます。これ負けても今日のその若松に関しては一応プラス収支は維持できてるんだ。だから罰金はない。ああ、OKOK、よかったよかった。だから2周目は結構順調に来てるね。1周目はとんでもなくひどいことになったけど、ね、満場だったけどね。今回は順調に来てるから、もう理想は寺翔が絞んない展開。それだったら俺が持ってる目全部可能性あるから、まあ、イザム来たらえぐいことになるでしょ。これイザム来たらまあ25倍以上はついてたから絶対。おっと、それはやめろよ。大丈夫か。大丈夫。ねじ込めよ、ねじ込めよ、ねじ込めよ。さすがにね、さすがにな。ちゃんとしてくれないとさ、焦らせないでよ。話変わってきちゃうからね。焦らせないでよ。え、さすがにね。大丈夫やな。さすがにね。びっくりした。焦る。全部なくなるとこだった。もろこし事件だよこれ。危ねえよ。寺翔いなくなっていいぞ。全然イザムイロニーで。イザムイロニー頼む。イザムイロニー頼むって。止めて。まずは止めろよ。止めて。止めたんじゃないこれ。よし止めた。いやいや止めた。よし大丈夫でしょ。よしよし、止めた止めた。あるぞ。大丈夫でしょ。さんが前知らないか。はい、オッケーオッケーオッケー。で6入ってこい。6あるよ。え、入ったじゃないこれ。イザムかイロニ。え、あるあるある。イザムイロニこれ来たんじゃないこれ。よしイロニ。よし待って、イロニだ。待ってこれ熱いわ。イロニ。よし。え、テラショーいなくなって、これやばい。テラショー来んな。テラショーいらないよ本当に。テラショーいらん。テラショーいらんって。マシマシマシ。テラショーいらんって。テラショーいらんって。待って。いや、向井田かけろ。かけてくれ。向井田。向井田かけろ。かかってるかかってるかかってる。かけろ。かかったかかった。張っていけ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 。かかっての。付け前来るぞ。逃げて。いやまずい。大丈夫でしょう。よーし。あと1個ターン。完璧。え、これ完璧じゃん。イザム色に。いやお手手の問題、あとはハンディ。いや大丈夫大丈夫、これは絶対大丈夫。ハンドテクの問題だよ、次は。かかってるかかってるかかってる。いやこれ本当に、あと1回でいいんだから、あと1回、あと1回でいいんだから。いや握ってくるって。うわー、ハンディテクだ。いやハンドテクの問題だわ。おっしゃ、イロニーマジ完璧だ。あれじゃん、しゃあないねこれは。いやでも途中俺さ、いやマジこれ天才かと思ったよこれ。やばいよ、あの色に震えたもんちょっと俺途中。もうしゃあない。いや今のはマジで外れたけど当たったよ。いやイロシーはね会えねえんだよ。出ようか。はい、オッケー、お疲れでした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで3時を回り切って、残りの軍資金が287,936円なんで、あと2畳残して最初の軍資金とトントンっていう感じなんで、もう回り切りは確定。そうだね、うん、なのでまあ2周目なんで正直威張れる結果ではないですけど、今回に関しては順調でよかったね。いやまあ最後なんとかしのいだって感じだね。はい、ということで今から福岡に戻るんですけど、まあお前らまた飯かって。どうする、飯ない飯ばっかで。ダイジェスト的な飯にしとくか。まあそうだね、まあ、だからまあちょっとチラッと何食ったかぐらい分かる感じに、うん、ちょっとチラッとダイジェスト飯で。終わりました。